どうも、高井です。奨学資金でカジノで儲けるブラックジャック投資。奨学っておいくらって話になりますけど、著者は最初2000ドルで始めました。そして実際にその中から手をつけたのは1000ドルです。およそ1000ドル。その1000ドルで著者は最初から綺麗な感じで右肩上がりで成功しました。資金を伸ばしたんですね。同じような感じで著者の仲間も挑戦しました。5人のメンバーのうち、3人は赤字転落しました。2人は緩い赤字だったんですけど、1人はすごいでかい赤字を出しちゃって、ただそれでも最終的にやり続けていって、徐々に右肩上がりになっていって、もう綺麗な右肩上のカーブになることには、もう二度と赤字に落ちないっていうくらい資金がでかくなっていました。つまり、5人中3人は赤字を経験するわけですね。ただ、資金が最初から大きい額を持っているって人っていうのは、まあ、そんな赤字にはならないでしょう。内容をこちらにまとめました。内容としても、基本戦略とカードカウンティングに関しては、これぐらいの熟練度が必要ですよっていう話は載ってますが、技術に関しては、この URL 見てね、そこで私たちは今もなお更新し続けてるよっていう感じの話になってます。優しい内容というよりかは英語内容なのでちょっと難解ですよね。日本語で全て知りたいっていう人は、こちら入門書あるので、前の動画で作りました。そちらをご視聴ください。今からリスク管理の話が主になっているので、その内容をまとめています。ぜひともこのままご視聴ください。プレイのやり方を教えて、BJ システムとトレーニングコツ、基本戦略。基本戦略とは、プレイヤーのカードとディーラーのアップカードの情報のみから、数学的に算出した最適なプレイを指す。60年以上前に計算されたものだが、何十年経った今でもその正確さが劣ることはない。平均的なブラックジャックプレイヤーは 80% ぐらいのハンドを正しくプレイするが、完璧な基本戦略を 100% しておかなければ、ブラックジャックで勝てる可能性はゼロである。基本戦略を試してみたけど、それでも負けてしまう。基本戦略だけでは勝ち組プレイヤーにはなれない。しかし完璧な基本戦略プレイを実践することで、より負けないプレイヤーになるのだ。その原理は2つだ。第一に基本戦略は優位なハンドを最大限に勝てるようにしてくれる。基本戦略によってダブルダウンを選択するとき、その選択の理由はプレイヤーがディーラーよりも有利なハンドを持っているからである。このようにダブルダウンは有利なハンドの可能性を最大限引き出すとだ。第2に負けを最小限にしてくれる。例えばディーラーのアップカードが10に対して、あなたのハンドは最悪の16だったとする。ここで基本戦略がヒットだと教えてくれる。しかしカジノ客の多くはディーラーの10に対して16をヒットするのは怖いと感じる。それもそのはずである。ここでヒットすると大抵負けてしまう。しかしこの状況でスタンドした場合と比べると、ヒットした方が長期的には負ける金額を小さくできるのだ。平均的なギャンブラーがブラックジャックをプレイすると、およそ 2% マイナスなのが、完璧な基本戦略を実践している場合、カジノのハウスエッジを約 0.5% まで減らすことができる。どうやった基本戦略を覚えるか。知っておいてほしいのは、ルールの違いによって様々な基本戦略が存在するということである。例えばディーラーがソフトを17の場合にヒットするかスタンドするかによって基本戦略が違ってくる。基本戦略の詳細の違いを全て把握したいという人は、ピーター・グリフのザ・セオリー・オブ・ブラック・ジャックを参考にしてほしい。ブラック・ジャックの他のテクニックに取り組む前に、基本戦略を完璧にマスターしなければならない。瞬間的に、そして無意識に判断できるレベルまで習得する必要がある。基本戦略を思い出すための労力を小さくできれば、他の全ての作業はずっと楽になるはずである。体の一部になるまで習得できれば、無意識に複数の作業を同時に行うことが可能になるのだ。カードカウンティング。ハイローシステムの汎用性と有効性。もっと複雑なシステムを覚えることも可能だが、その複雑性、完璧にマスターするまでにかかる時間、ミスの発生可能性、使用する際に必要な知的労力、1時間あたりのプレイハンド数の減少などのデメリットを考慮すると、本当に収益を上げられるのか疑問である。カードカウンティングによって得られるプラス期待値は小さいので、複雑すぎるシステムを採用する必要はないものの、簡単にしすぎてしまうと利益を出せなくなるのだ。収益を出すためのカードカウンティングには4つのステップがある。ステップ1、各カードに割り当てられた数値を暗記する。ハイローシステムの場合、各カードに割り当てられた数値は、2から6のカードプラス1、7から9のカード0、10からエースのカードマイナス1。カードが配られたびに、カードの数値に基づいて1ずつプラスしたり、マイナスしたり、また何もせずにそのままにする。ステップ2、ランニングカードを更新し続ける。
カードが1枚ずつ配られるたびに、新たに見えするカードの情報をもとに、ランニングカウントを更新していく。これを周から出てくる1枚1枚のすべてのカードに対して行う。ランニングカウントがプラス方向に増加するほどプレイヤーに有利になり、逆にマイナス方向に傾くことをカジノ側に有利になるのである。ステップ3、1デッキあたりのカウント、つまりトゥルーカウントを計算する。6デッキが残っている状態でのランニングカウントプラス5と、1デッキが残っている状態でのランニングカウントプラス5でまるで状況が異なる。前者の場合、残りの6デッキの中には、低いカードより高いカードの方が5枚多く残っているということだが、これはシャッフルするまでの312枚のうちの5枚である。一方、1デッキの場合は、52枚のうちの5枚を意味する。明らかに後者の方が高いカード割合が高く、そのために有効性が現れる。これはトゥルーカウントが非常に重要である理由である。低いカードに対する高いカードの濃度がどれくらいの割合かを知ることが重要なのである。ディーラーがディスカードトレイに入れたカード量を見れば、何デッキ分のカードがすでに配られたかを概算できるので、そのゲームにおけるトータルのデッキ数からマイナスすれば残りのデッキ数を把握できる。正確にできるようになるまで少し練習は必要だが、誤差を1デッキの4分の1以内に抑えられていれば問題ない。まずは1デッキの厚さがどれくらいか目測できるように練習しなければならない。その上で残りのデッキ数を概算する。プレイ済みデッキ数に単数が生じたときは切り捨てることを進める。例えばディスカードトレー内のデッキ数が 3.25 や 3.5 の場合、どちらもプレイ済みデッキ数は3とする。1デッキ単位での換算を前提とすると、6デッキゲームでディスカードトレー内に1デッキ分のカードが入っていれば、周囲に残っているのは5デッキだとわかる。この場合はランニングカウントは5で割る。もちろん簡単に割り算ができないって数字であることがほとんどである。例えばランニングカウントがプラス13で、残りのデッキ数が4であれば、トゥルーカウントは 3.25 となる。マイナスのカウントも同じで、ランニングカウントがマイナスなので、残りは2デッキならトゥルーカウントは 3.5 であり、単数を切り捨てマイナス4とするのだ。トゥルーカウント換算は、多くの人がカードカウンティングシステムを実践するにあたって、最も手こずるステップである。しかし、極端に暗算が苦手でなければ、練習によって簡単に正しい換算ができるようになるはずだ。ステップ4、トゥルーカウントをもとにベッド金額を決定し、応用戦略も実践する。カジノで数分間1箇所に100ドルのフラットベッドをしていると、低いカードが下に多く出てくるようになり、トゥルーカウントはプラス2となった。著者は2箇所のベッドスポットに黄色い先導チップを1枚ずつ置く。ディーラーがチェックスペイと叫ぶ。さらに低いカードが出てきたので、ベッドを2箇所に2000ドルずつまで増やす。著者のハンドは一方がブラックジャック、もう一方が20だが、ディーラーのアップカードはエースだ。トゥルーカウントを知っておかげで著者は飲酒の巣にベッドする。その後、わずか数ラウンドでトゥルーカウントが協力したため、ベッドを100ドルに戻す。これはカードカウンティングの知識を実践に移した時の行動である。カードをカウンティングしながら完璧な基本戦略に従ってプレイしていく。ベッドスプレッド。カードカウンターのプラス期待値は主にベッド戦略から得られる。つまり、ディーラーに有利な時は小さくベッドし、プレイヤーに有利な時は大きくベッドするのだ。トゥルーカウントはプラスの期待値がディーラーからプレイヤーに切り替わった瞬間を正確に教えてくれる。一般的なゲームでは、トゥルーカウントがプラス1ぐらいになると、プレイヤーに有利になる。ベッドスプレッドを実践するのは実はそれほど難しいことではない。トゥルーカウントの数値に対応するベッド金額をあらかじめ決めておき、ラウンドが終わった時点のトゥルーカウントに相当する金額のベッドを次のラウンドが始まる前に置くだけである。応用戦略。基本戦略はブラックジャックの全てのハンドを正しくプレイする方である。ところがこれは残りのデッキの構成はわからないことが前提なのである。そして幸いなことに、私たちカードカウンターは残りデッキの構成を知ることができる。つまりカウントが変われば正しいプレイも変わるのである。例えば基本戦略では12対ディーラーの2はヒットだが、トゥルーカウントがプラス3になると12対2は統計上スタンドが正しいプレイとなる。よって12対ディーラーの2のハンドはトゥルーカウントがプラス3未満でヒットし、トゥルーカウントプラス3以上になったらスタンドするのである。カードカウンターの取り組み経験について、カードカウンターになることを検出に例えると、基本戦略は土台であり、他のすべての要素はその上に立てられる。土台が不安定だと遅かや早かや建物は完全に崩壊してしまう。基本戦略を完璧に覚えれば、99% 覚えたや、ソフトハンドのプレイはちょっとだけ考えないと言っているようでは達成できない。力を入れず、無意識に基本戦略をプレイできなければならない。それは毎回例外なく完璧にである。頭で一切考えずに自動的に反応できるレベルだ。さらに次のステップをマスターしなければならない。基本戦略とは別に、カウンティング作業だけを楽に、そして完璧にできるまでマスターする必要がある。カウンティング作業と基本戦略プレイがそれぞれ単独で容易にできればできるほど、この2つのスキルを同時に行うのも容易なんだ。次はこの2つのステップを同時に合体させる。ここでも完璧にこの2つの作業を同時にできるまで練習する。これくらい練習すればできるなんて決められた時間などない。とにかく練習しよう。
ここまで来たら次はトリューカウント換算と応用戦略である。この二つをそれぞれ単独でマスターした後、すべてのスキルが値として完璧に同時進行できるまで練習をする。1、要注意ハンド。基本戦略の場合、最も重要な要注意ハンドには次のようなものがある。9のペア、ハード9、ソフト18、ソフト19。この4つが基本戦略の中で最も間違いやすいハンドのようである。さらに、応用戦略のハンドはすべて要注意ハンドとする。著者のチームメンバーはトレーニングとして、カードを配っている時にこれらのハンドが出てきたら、プレイヤーたちは要注意と発生するように指導した。チームメンバーは一度続いて状況を確認し、考えを巡らせて、そしてようやくプレイ選択を判断するという習慣をこのトレーニングで身につけたのである。時間が経つにつれてチームメンバーは要注意判断を目にすると正しくプレイできるように一呼吸置いて考えるようになっていた。2、素晴らしきトゥループラス1。ギャンブラー勝っている時に気分が高揚するが、投資家の気分が高揚するのはトゥルーカウントがプラス1を超えた時や、トゥルーカウントがプラス1ぐらいになるとプラス期待値はカジノ側からプレイヤー側に傾いてくる。ゲームルールとベッドスプレッドによってはトゥルーカウントがぴったりプラス1のタイミングでベッド金を増やされる場合もあるが、そのチャンスが訪れた瞬間を意識することが必須である。あいにく新米プレイヤーはこの素晴らしいトゥループラス1を見逃してしまうことが多い。新しい週が始まって数半のうちにトゥループラス1となっても、彼らは最低ベッドを置き続ける。ブラックジャックの見習いとして肝に銘じなければならないのは、自分が今テーブルに座っているのは全てこの素晴らしいトゥループラス1の瞬間のためだということだ。3、自分の武器に応用戦略プレイを加える。応用戦略はカードカウンターのエッジ全体の 10から40% ほどを構成するため非常に重要な要素なんだが、一度で全部覚える必要はない。まずは最重要な応用戦略プレイを覚えて、徐々に追加して暗記していくのがいい。トゥルーカウントがプラス3以上になったら必ずインシュランスにベットし、プラス3未満の場合は決してインシュランスにベットしてはいけない。16対ディーラーの10は、ランニングカウントが0またはマイナスの時にはヒットし、ランニングカウントがプラスに転じたらスタンドする。これで最も重要な応用戦略のうち、すでに2つを覚えたことになる。残りは余裕が出てくるが、少しずつ覚えていこう。あなたにその素質があるのか、カードカウンターの DNA。カードカウンティングがそんなに簡単なのか、ステップを覚えて近くのカジノに行けばお金がどんどん稼げるのか、その通りであり、その通りではない。ハリウッド映画では、カードカウンティングは MIT のような天才青年にしかマスターできない、崇高の技術のように表現されているが、これは完全に嘘である。著者たちのブラックジャックチームには、電気医師の労働者、スタジオ中のライター、教会の牧師、高校中退者などがいたが、その中の多くは何十万ドルもの金額を稼いでいた。カードカウンターになるために必要な時間は、プログラマーや医師など大抵の専門職に就くために必要な時間の何分の1かだけである。カードカウンティングが濡れてくるというように大金を稼げる方法ではない。新米カウンターはトレーニングがかかる時間を甘く見る傾向がある。簡単だろうと高く食っている人ほど、結局は挫折してしまうことが多いのだ。たとえ自分がカードカウンターとしての素質を持ち合わせていないと気づいても、それは決して恥ずべきことではない。残念ながら多くの人はこの事実に気がつくまでにかなりの金額を失ってしまう傾向にある。未だにこのことに気づかず、今夜もどっかのカジノで勝ち目のないブラックジャックをプレイしている人たちがいる。カードカウンティングがどのような人に向いていて、どのような人に向いていないのか、どんなタイプの人が最も成功するのか。カードカウンターの性格診断。1、細部な執着心。ブラックジャックにおいては十分だろうと考えているうちは十分ではない。許容できる誤差があまりにも小さいためである。ディーラーの支払いミスを一度見逃しただけで、完璧にプレイした数時間分の期待値を相殺してしまうことにもなりかねない。あちこちで基本戦略やカウンティングの間違いを犯していると、あっという間に期待値がマイナスになってしまう。次から次へと行う判断について、その正確さに執着する傾向がなければ、プロの素質はないかもしれない。2、ルールの遵守。カードカウンティングの美学は数学の精密さにある。対戦相手であるディーラーはどんな状況でも常に同じ判断をするため、プレイヤーの正しいプレイは常に一つだけなのである。そして正しいプレイは基本戦略が教えてくれる。同様にランニングカウントは常に一つだけであり、そこら換算するトゥルーカウントはまた一つだけだ。トゥルーカウントによってベッド金額を正確に決定し、基本戦略から応用戦略に切り替えるタイミングを判断できるのだ。よって、しっかりルールに従ってプレイできなければ、カードカウントとして成功することは難しいだろう。3、トラブルとうまく付き合う力。カードカウンティングではディーラーに嫌われたり、他の客にテーブルを台無しにしたと責められたり、ディーラーのミスを修正するようにハウスに掛け合ったり、ピットボスに肩を叩かれて、君はもう終わりだと言われたり、そういうことを必ず経験する。さらに言えば、勝ってばかりでなく、定期的に大きな負けもやってくる。これらのストレスに耐えられないのなら、それはそれでいいのだが、別の職業に力を注いだ方が賢明かもしれない。しかし逆に言えば、少々のことでは動揺せず、
リスクフリーの生活を求めていなくて、ゴリアテに挑むダビデに魅力を感じるのであれば、あなたにはカードカウンターの素質があるかもしれない。4、カジノ環境との相性が悪くない。完璧にブラックジャックをこなし、トラブルが平気なプレイヤーでも、1年ほど続けた結果、とにかくカジノに一歩も近寄りたくないと考えるようになる者もいる。彼らは極度に内向的な性格で、たくさんのギャンブルに囲まれて過ごすのは耐えられなかったのかもしれない。あるいは酸素マスクをつけながら、年金をスロットマシンに突っ込んでいる高齢者を見にするのが耐えられなかったのかもしれない。理由はそれぞれだが、カジノは全ての人にとって相性がいいものとは言えない。5、資金を準備できる。カードカウンターに必要なものは2つだけである。頭脳とバンクローである。完璧なプレイをするために知能が必要なのは言うまでもないが、十分な資金もまた不可欠である。実際にブラックジャックでお金を稼ぐためには、1万ドルの軍資金が必要だとよく聞くが、主者は2000ドルを元手にカードカウンティングを始めたが、実際のところ最初の500ドル以上は手をつけていない。1万ドルは必要ではないとしても、50ドルのバンクローで始められると考えていたら大間違いである。資金不足だと高いリスクを取らないといけなくなるか、小さい期待しか望めないか、もしくはその両方である。投資をスタートするときの資金が多いほど、万が一の連敗に耐えられる可能性は高くなる。十分な資金を用意して戦える姿勢を取ることは、より高い期待値を生み出すために重要なことなんである。恐怖を乗り越えるために、カードカウンティングにおいて一番怖いものは何か、安全とは思い込みに過ぎない場合が多いのです。人生は気に満ちた冒険か、もしくは無か、そのどちらか選ぶ以外にありません。カジノへのトレーニング中に、プレイヤーが直面する問題として、プレイ判断の際にアクションをせかされてプレッシャーを感じてしまうということがある。周りからの視線に押し潰されそうな気分になることもある。ディーラーや他の客は、あなたが頭の中でランニングカウントを更新している間、ずっとあなたを見ているのだ。あなたは応用戦略プレイを判断するため、黙ってトゥルーカウントを導き出す。誰しもあなたが判断に要する時間ほど長くは待っていられない。この時で正しいプレイを計算し、実践するために、必要な10秒をかけられず、プレッシャーに負け、焦って判断してしまう場合がある。この弱点を克服しなければいけない。かつて著者は、チャーチチームの未来プレイヤーが、この恐怖を克服できるように、自分の番が来たら60秒間ゲームを止めるように指導していた。周りの全員があなたに視線を送っている中で、ゲームを1分間も止めることは、まるで1分が永遠の長さになったように感じるはずだ。お客様、16です。3秒が経過した。16ですが、スタンドしますか?さらに5秒が経過した。残りはたったの52秒。しかし、このトレーニングがわかるのは、今まで恐怖に感じていたことがどれだけ無意味だったかということである。バカみたいに60秒間座っているだけだとしても、世界が崩壊するわけではない。最優先すべきなのは正しく決断することだけである。プレッシャーを乗り越えられれば、あとは思いのままである。利益出てる?カウンターのお金事情。ハウスエッジ。ルール。一つ一つのルールの違いが大きな影響をもたらす。例えば、ラスベガスのカジノが低レートゲームのナチュラルブラックジャックの支払いを3対2か6対5に変更したときは、約 0.4% のハウスエッジが 1.7% 超に跳ね上がったのである。この微妙な差によって、基本戦略を駆使するプレイヤーに対してカジノは4倍も有利になり、さらにカジュアルなプレイヤーにとって、ブラックジャックを少々不利なゲームから、強盗団のようなぼったくりゲームに変貌させたのである。私たちカードカウンターは騙されるので関係ないのだが、6対5のゲームにプレイヤーの多くは無料の飲みも楽しむ無知な観光客である。ここでは最も重要なルールとそれがもたらすハウスエッジへの影響を紹介する。これらのハウスエッジの数字を暗記する必要はないが、ルールの違いやプレイヤーの有利さにどのように影響するのか知っておく必要がある。ベッティングに関して、たとえ完璧なスキルを持っていたとしても、期待値を最大にしてリスクを最小にするためのベッドスプレッドを発動しなければ、勝てるはずのゲームを巻き越すことになりかねない。カードカウンターとして成功するためには、ベットすべき金額を厳密にしておくことが肝心なのである。ここではオーバーベッドとアンダーベッドの2つの落とし穴と、効果的なベッドスプレッドの設定方法を見てみよう。オーバーベッド。カードカウンターがオーバーベッドしてしまう理由は2つある。1つはプレイヤーのプラス期待値を過大評価してしまうためである。カードカウンターのエッジは、トゥルーカウンターがプラス1上昇することに約 0.5% があり、トゥループラス1ぐらいになるとカジノより有利になる。ということは、トゥルーカウントプラス10の場合、プレイヤーは 5% ぐらい有利なのである。もちろん長期的に考えれば、トゥルーカウントプラス10はたくさん稼ぐチャンスである。しかし短期的な話になれば勝てる保証は何もないし、ましてや1ハンドの結果など誰にもわからないのである。高いカウントだからといって判断を鈍らせてはいけない。たとえ天文学的に高いカウントになったとしても、あらかじめ計算したベッドスプレッドを守らなければならないのである。オーバーベッドしてしまう2つ目の理由は、負けを取り返そうとするからである。心理科の研究では、人は負けるごとを異常なまでに嫌悪するという結果が出ている。人は失ったお金を取り戻すために無謀な決断をしてしまう傾向があるのだ。
そしてこうした行動はカジノではよくあることで、最近の負け分を取り返そうとたくさんお金をかけてしまう。効果的なカードカウンティングでは切磋琢磨投資をすることである。完璧なカードカウンターでさえ勝つハンドより負けるハンドの方が多いし、セッションの 40% も負けるんだ。目先のことしか考えずに、負けた分を早く取り返そうとオーバーベットを始めると、さらに多くのお金を失うリスクを犯すことになり、最悪の場合、バンクロールの全てを失うことにもなりかねないのである。アンダーベット。決められたベットスプレッドに従わず、100ドルまで上げるべきところを50ドルまでプレイする。どんなにプレイが完璧だとしても、プレイ成績がプラスマイナスゼロでは、実質的には無償でカードカウンティングをしていたことになる。バックオフの恐怖からアンダーベットをしてしまうのは、初心者のカードカウンターによく見える傾向である。しかし、オーバーベットと同様に、アンダーベットもカジノにあなたの期待値を譲ることになる危険な行為なのである。ここで知っておいてほしいのは、ゲーム全体の約 70% の時間はカジノの方が優位だということだ。カードカウンターは残りの 30% の時間で十分にベットし、利益を生み出さなければならない。ベットスペットの設定方法。著者が強く進めているのは、著者たちが提供するプロベッティングソフトや、もしくは QFIT の CVCX といったソフトを使用して、リスクを最小限にしながら可能な限り期待値を伸ばすためのスペットを計算することである。優れたベッティングソフトを使って、これから説明する要素を考慮に入れて計算することが必要だ。バンクローの大きさ。経済的及び心理的な観点から、あなたがブラックジャックに投入してもいいと考える資金の合計額である。当然だが、家のローンや家賃、食費、光熱費などはこれに含まれない。少ない資金でカードカウンティングのキャリアを始めた人たちさえいる。とはいえ、バンクロールに投入できる金額が多ければ多いほど、破産のリスクが低く抑えられるのも事実である。ゲーム条件。少なくとも使用するデッキ数と主要のルールの違いを計算に反映させることが重要だ。プロとしてプレイするのであれば、可能な限り多くの要素を計算に入れた方がいい。1セント単位の差や 1% ポイントの破産確率の差も注意を払うべきである。リスクオブルーイン。あなたが完全に破産してしまう確率をパーセンテージで表したものだ。複数の面を持つサイコロを想像してほしい。破産の確率が 25% のゲームの場合、4面のピラミッド型のサイコロを投げていると考えていい。ある1面が出た場合のみ、バンクロールの全額を失って破産するが、それ以外の3面が出た場合はバンクロールを失わず破産することはない。期待値。理論上そのベッドスペットはどれぐらいの価値があるだろうか。ベッドスペットの主な目的は、期待値を最大化しながらリスクを最小化することである。破産の確率とバンクロールの推奨基準に関する深掘り。金より時間が大切だと考えるなら、破産したとしても、もう一度バンクロールのために貯蓄すればいいだけだ。その場合、破産の確率は 10% か、それ以上でもいいかもしれない。バンクロールが小さく、さらに大きなバンクロールを貯金するのはあまり現実的でない場合、一か八かの勝負に出るためにリスクを上げる必要があるかもしれない。この場合でも破産の確率が 5% を超えてしまうのはあまりお勧めしない。プロとしてプレイし、破産した際に1回やり直すことが現実的でないのなら、リスクは低く設定し、1から 2% 程度にしておくのはいいだろう。200ユニットイコール、破産の確率 40% 程度。最低ベットは5ドルの場合、200ユニットは1000ドルのバンクロールを意味する。これは10人のカードカウンターのうち4人がバンクロールを失い、破産することを意味している。他の6人はプラスの分散に巡り合い、二度と破産のリスクにさらされることはない。しかし、あなたが悲劇の4人のうちの1人になる可能性は十分にある。400ユニットイコール、破産の確率 20% 程度。最低ベットが5ドルの場合、400ユニットは2000ドルのバンクロールを意味する。プロとしてブラックジャックをプレイした経験がある人なら、これほど高い確率で長くプレイしたいとは決して思わないだろう。何しろ5回に1回の確率でバンクロールがなくなってしまうのだから。500ユニットイコール、破産の確率 10% 程度。最低ベットは5ドルの場合、500ユニットは2500ドルのバンクロールを意味する。プレイ期間が長期にわたる場合、この確率はまだ高いのだが、500ユニットでスタートすれば、10人中9人は生き残れる計算だ。当然ながら勝ち始めたら 10% の破産確率を維持する必要はないので、ベット金額を上げ続けるわけではない。この計算は、勝っていても同じベットパターンを続けることが前提である。つまり、うまくいけば、時間が経つほどにリスクが小さくなっていくということだ。1000ユニットイコール破産確率 1% 程度。稼げる金額。1000ドルのバンクロールの場合、1時間あたりの期待値はおよそ8ドルである。破産の確率は 40% と非常に高い。とは言っても最初の1000ドルを失った時に、もう一度1000ドルを貯めることがそれほど難しくなければ、挑戦してみるのもいいだろう。5000ドルのバンクロールの場合、ベッドユニット5ドルであれば、期待値も同じ1時間あたり8ドルとなるが、破産の確率はたった 1% で抑えられる。もしくは破産の確率を 10% まで許容できるのであれば、ベッドユニットを10ドルにすることで期待値を1時間あたり17ドル近くまで上げることが可能だ。この場合、破産を免れる確率は 90% であり、
300時間ほどで投資額が倍になることも期待できる。そしてバンクロールが倍になれば、破産確率は 1% に下がるのである。1万ドルのバンクロールの場合、10ドルのユニットを採用すれば、17ドルの時給を低いリスクで実現できる。しかし、破産確率を 10% に設定できるなら、別途ユニットを20ドルにした上で、期待値を時給34ドルぐらいまで上げられる。破産しなければ約300時間でバンクロールを倍にすることを期待でき、倍になれば時給34ドルのスプレッド採用で、破産の確率が 1% に下がるのだ。2万ドルのバンクロールの場合、リスクを 1% に抑えながら1時間あたり34ドルの期待値。しかし破産確率を 5% としてプレイするのであれば、別途ユニットを25ドルにして、1時間あたり51ドルの期待値を生むことも可能である。破産の確率を 10% とすると、大きなスプレッドを採用し、1時間あたり75ドル超の期待値が可能になる。5万ドルのバンクロールの場合、破産の確率を 2% にしながら、1時間あたり100ドルの期待値となる。10万ドルのバンクロールの場合、時給170ドルの期待値、1% の破産の確率となる。ところが、高レートゲームに与えられる特権がある。それは、高レートテーブルでよく見られる良心的なルールでプレイできることだ。ラスベガスのストリップで一般的とされる高レートゲームのルールを前提に計算すると、1から8のベッドスペットで、破産の確率を 2% しながら、1時間あたり335ドルの期待値を望める。投資としては悪くないはずだ。ベッドのダウンサイジング。重大な負けが訪れた場合は、いつでもベッド金額を再調整することが可能だ。プロの多くは、バンクロールの 20% 以上を失うと、ベッドの金額を小さくする。そうすることで、負けている時はリスクを調整できるのだ。ただし、ベッドスプリットのダウンサイズをすると、それだけ負け分を取り返すために、必要な勝利のユニット数が多くなってしまうのは問題だ。例えば、ベッドユニットを100ドルとして、5000ドル負けたとすると、50ユニットの損失となる。そこで、ベッドユニットを50ドルに下げたなら、負けを取り返してトントンにするために、100ユニットの処理が必要になるのである。しかし、ここでイライラしてはいけない。もしここでダウンサイジングを行われば、破産確率が跳ね上がることになるからだ。もちろん、バンクロールが大幅に増えたら、ベッド金額も大きくする。だが、急いではいけない。タイミングが早まると、耐え難い勝ち負けの振り幅に直面することになる。著者のアドバイスは、バンクロールが 25% 増加し、合計プレイ時間が100時間になる。これをベッドスプレッド調整の最低条件とすることだ。勝ち負けの心理に負けないために、吐き気を覚えるあの瞬間、カードカウンティングは数学的な根拠に裏付けられたシステムである。そしてこれは恵みであり、呪いでもある。数学上は勝てるが、その過程にはアップダウンが伴うのだ。すべてを完璧に実践すれば、長い目では勝てることが保証される。だがそれまでの道のりでは、何度も負けることも同じように保証されているのである。負けていたとしてもできることはプレイを続けることだけである。ローの時は気分をローに落ち込みすぎないようにする。人は自分のアイデンティティや存在価値を自分の成果や実績に結びつける傾向が強い。負けている時には役立たず後ろめたい気持ちになり、結果を誰かに知られるのは恥ずかしくてたまらなくなる。あなたのプレイが完璧ならば何も恥じることはない。不運なわけでもない。期待値をプラスにできることや、長期プレイというゴールへまた一歩進めたことを喜ぶべきである。自分のブラックジャックを再評価すること。負けた時に必要以上に自分を責めるのは良くないが、自分のゲーム内容を振り返って評価することはいつだって良いことである。最も見逃しがちな期待値増加のテクニック。1時間あたりのハンド数に関する注意点。一般的に1時間プレイできるハンド数には限界がある。まずディーラーのスピードに制限されるし、シャッフルの頻度やオートシャッフラーかハンドシャッフルかによっても影響を受ける。さらにプレイヤーが完璧なプレイを維持できる最高速度も考慮すべきだ。そしてスピードと引き換えに精度を落とすことがハットである。ミスが多いカードカウンターはどんなに高速でも稼げない。パーフェクトプレイヤーとなった上で、期待値への影響を意識していれば、事前にハンド数を増やすための行動を取ることが可能になるのである。実践における1時間あたりのハンド数。カードカウンターの多くがダブルデックテーブルに群がるものだ。期待値が高くてリスクが低く、N-0 も低いからである。一般的にカードカウンターは1時間に100ハンドプレイすることを前提としている。これは問題ない。例えばカジノに1時間100ハンド、時給200ドル。N-0 は1万ハンドのダブルデックテーブルがある。もう一つは1時間100ハンド、時給100ドル。N-0 は2万5000ハンドの6デッキテーブルである。前者の25ドルダブルデッキテーブルにはすでに客が2人座っており、後者の25ドル6デッキテーブルには誰もいない。この場合、ダブルデッキテーブルは1時間70ハンドほどプレイでき、その結果時給は140ドルになる。一方、6デッキテーブルでは1時間あたり250ハンドのプレイが可能だとしたら、その時給は250ドルになるのだ。単純に期待値と長期スパンに達する最短ルートを考えれば、この2つのテーブルでは6デッキゲームの方がいいという結論になる。1時間あたりのプラスラウンド数。
ここでは単純に1時間あたりのラウンド数が問題なのではなく、プラス期待値を維持したままラウンド数を増やすことが目的である。一般にカジノは期待値を前提として考えるため、ゲームの進行が早ければその分利益などを考える。ところが、カードカウンターの対応となっていつものロジックが通らなくなる。不思議なことに、カジノがよく行うカウンター対策として、シャッフル前により多くのカードを捨てるというものと、ディールのスピードを落とすというものがある。しかし、どちらの場合もカジノの1時間あたりのラウンド数を減らしてしまうことから、実は対策を取らないときよりもコストがかかっているんだ。スピードテスト。異なるベッドスプレッドや、プレイヤー人数がゲームの進行スピードに与える影響をまとめた実績データを掲載する。実はこの実験は、適切なハンド数はどのくらいか、様々な状況がどのように期待値に影響するかといった、終わりのない議論がきっかけとなり始まった。本物のディーラーを雇い、様々な状況を想定したシミュレーションを手伝ってもらった。ディーラーには平均的なディーラーのスピードでディールすることをお願いし、プレイヤーには一般的なベッドスペットを採用してプレイしてもらった。他の要素をなるべく小さくするため、周億1など、検証に伴う物理的な要素を同じにした。いたちごっこの世界、カウンター対策の対応。バックオフの対応。カードカウンティングは完全に合法である。しかし、カジノはどんな客でも利用を断る権利を持っている。カジノはあなたを経営上の脅威だとみなせば、これ以上ブラックジャックをプレイすることはできないと宣告し、あなたをバックオフすることが考えられる。動揺したいことは重要。最悪の事態はバックオフを恐れるあまり、それはプレイに悪い影響を与えてしまうことだ。恐怖が自分のゲームに影響している時点で、すでにカジノに負けているのである。自らカジノを避けたり、気づかれないためにベッドやプレイ戦略を過度に変えたりすると、カジノの代わりに自分自身を有利なゲームからバックオフしていることになる。あなたがプレイしてもいいかの判断はカジノの仕事なのである。カジノが客をバックオフできないありがたいこと。もしカジノが客をブラックジャック禁止できなければ、カードカウンターは何時間も何日間も入り浸ってカジノを任し続けることになる。そうなれば、カジノがカードカウンティングを無力化するためにルールを変えるのは時間の問題である。カードカウンティングの効果がなくなるように、カットカードによってたくさんのカードを切り捨てる。エンドレスシャッフルマシンばかり使用する。プレイ時間の割に合わないほどペイアウトを悪くする。またはそれ以上に厳しい対策を取ることも考えられる。しかしカジノが脅威だと判断したプレイヤーの参加を制限し、リスクをコントロールできるからこそ、これほど長くこのブラックジャックは妥当可能なゲームとして存在し続けてきたのだ。カードカウンターとしてはまた稼げないより、いたちごっこをしながら気づかれないようにプレイする方がずっとマシだろう。彼らがこれ以上はダメと言い、こちらは分かったと言って、大抵それで終わりである。もちろんバックオフにもレベルがあって、不法侵入に発展すると厄介な状況になったり、具体的な罰則を受けることになる。カードカウンターへの旅。旅と金の管理。バンクローの大きさ、ゲームのルール、使用デッキ数、ベッドスプレッド、リスクの許容値、そして旅の期間などの要素は影響する。ここでは第5章で用いた破産確率 2% のベッドスプレッドと同じ前提を用いて計算している。旅の期間長くなるほど多くの資金を持っていく必要がある。尾行。時々ギャンブラーたちは連敗しているときに、異常に勝っている金持ちの崖に遭遇すると耐えられなくなることがある。もし何か疑わしいと感じたら、警備員に車まで一緒に来てもらうようにしよう。大きく勝った時は、特に外が暗い場合には必須である。警備員たちの中には、客を車まで護衛する仕事でシフトの半分を終える者もいる。それはコーヒー休憩と同じぐらい日常的なことなのだ。金を守る。著者がカードカウンティングの掟として最初に伝えることは、金を守るということだ。著者の経験から、この掟に従うための簡単な3つのステップを説明しよう。1、金を敬う。大抵の人は巨額の金となると、いくら変動してもその差額を感覚的にうまくつかめない。人はバンクローの金額の重要さを忘れてしまいがちである。例えば1万ドルの札束をまるでマクドナルドのクーポン冊子と同じぐらいの価格で扱ってしまう。ダメである。シェアやチップ1枚ずつがあなたの所有物であることを忘れてはいけない。2、ルールを作る。金庫は、たとえそれは重機対応の金庫であっても、壁や床に埋め込まれていなければ実質的には意味がない。さらに著者たちは金銭の扱い方について厳密な手順を設けていた。金額を数える方法。他のメンバーに金を移動させる方法、金を持って空港内を通り抜ける方法などだ。バンクロールの金を守るためのルール設定には数多くの方法がある。重要なことは、時間や労力を惜しまず、各ステップに一つずつ丁寧にルール設定を行うことだ。3、そしてルールに従う。チームの中にはバンクロールの一部を紛失してしまうメンバーが何人かいた。あるものはポケットに金を入れて落としてしまった。またあるものは、鍵をかけていない車の中に金を置いたままにしてしまった。また別のものは、出稼ぎ旅行から帰宅した際に、すぐに金を金庫に入れなかったところ、行方不明になってしまった。自分の所持金を常にきちんと管理できないのなら、投資や利益に何の意味もなくなってしまうのである。外貨両替。
海外に現金を持ち込む際は、適切なルールに従う必要があるだけでなく、外貨の両替に伴うコストも考慮しなければならない。例えば4万ドルを持ってカナダに行くとしよう。アメリカドルとカナダドルの両替手数料は 3.5% だとして、双方向に両替をすると1セントの期待値を生み出してなり、いきなり2800ドルのマイナスになるのである。1時間あたりの期待値が200ドルのゲームをプレイするためなら、トントンになるまでに14時間をプレイする必要がある。ここからは両替手数料を抑える方法をいくつか紹介しよう。1、カジノ両替。カジノによっては、キャッシャー掲示で外貨の両替をしてくれることがある。24時間以内に元の通貨に両替してもらえば、最初の両替と同じ為替レートを使用してくるので、両替手数料は発生しない。ただし必ず時間内に両替して直すことに注意しよう。制限時間24時間を過ぎれば、カジノは恐ろしい手数料を貸してくる。1日プレイして生み出した期待値を両替コストを上回ることもあり得る。同じカジノに数日間滞在するのであれば、この両替は毎日やることになる。少々手間がかかるのは確かだが、両替手数料をゼロに抑えることができる。2、一度に全額を両替しないこと。4万ドルを持って同館の海外遠征に行ったとしよう。ここで一度に全額を両替する必要は全くない。できれば旅のバンクロー全額に手をつけずに済む方がいい。もし1万ドルだけの両替で事足りるのであれば、両替コストは全体の4分の1だけで済むのだ。同じ両替レートを適用してくれる期間はカジノによって様々で、カジノデーの終わりまでという短いところもあれば、1週間後までという長いところもあった。大抵の場合、外貨に両替するときにレシートもらって、後でアメリカドルに戻すときにそのレシートを手渡すんだ。国によっては規則が非常に厳しい場合もある。例えば、インドのゴア州にあるカジノボートでは、一人の客が1ヶ月間で両替できるのはたった2000ドルまでなんだ。カジノマネージャーと交渉すればこの問題は解決できることが多いけど、必ず解決できる保証はない。また、アメリカドルやシンガポールドル、香港ドルといった強い通貨を貧しい国で両替すると有意なレートである場合が多い。現地の人々は重複の弱い通貨を売りたいと考えているからだ。3、旅の期間。海外遠征となれば、費用も割増になるので、その分少し長めの滞在を検討すべきだ。先ほどの4万ドルを前提に 2% の両替レシピレートを見つけたとしよう。もし全額を両替する必要があるとすれば、すでに1600ドルのマイナスだ。これは大きなコストである。しかし、合計で1万5000ドルの期待値を生み出せるように15日間の滞在を計画すれば、この1600ドルのコストも少しは許容可能になるだろう。チームとチームプレイ。正直なところ、チームプレイは使い古された手法である上に、その価値が大げさに伝え広められている。とはいうものの、誰かとチームを組むことにまだ利点があることも事実だ。チームでプレイする正当なメリット。1、リソースを出し合う。この世の中、誰しもが同じリソースを持っているわけではない。資金を出し合ってバンクロールを作ることには大きな意義がある。それは一人の場合よりも小さなリスクでより大きな期待値を生み出せるということだ。例えば自分と友人は完璧なカードカウンティング技術と5000ドルずつを持ち合わせているとしよう。各自が単独でプレイした場合、1時間の期待値は1人当たり10ドルほどだろう。しかし資金を与えさせてバンクロールを1万ドルにすれば、1人当たりの期待値は1時間20ドルとなる。2、理論上の長期スパンの結果が近づいてくる。誰かとチームを組むことで、大きな分散を克服するまでのスピードがかなり上がることは重要な利点である。分散により避けられない変動を克服するために、十分なプレイ時間を確保できるかという点である。チームを結成することによって、許容可能な期間内に利益を実現できる可能性をぐっと高められる。3、仲間意識。ブラックジャックは孤独なゲームだと感じることはよくある。カジノの中に自分が何をしているか理解している人は誰もいないし、いるとしてもその人は喜ぶことはないだろう。家族が理解してくれないこともしばしばだよ。仕事をうまくやればバックオフを言い渡されるし、勝ち負けの大きな振り幅に耐えることも精神的には辛いものだ。そんな環境の中にいると、自分と同じ立場に置かれていて、しかも金銭的な同盟を結ぶことで、自分を応援してくれる仲間と一緒にプレイできることは、ストレスを大きく軽減してくれる。チーム結成の前に問うべきこと。人間性と技術について、確固たる信頼関係が築かれているか。カードカウンターとして自前の資金だけでカジノに足を踏み入れるのも一つの方法である。時間がかかれば自分の行いは良くも悪くも自分自身に戻ってくる。一方で他人の資金でプレイするのは全く別の話である。ましてや自分の資金を元手に他人にプレイさせるのも全然違う話だ。コーヒーショップがバリスタやとるのとはわけが違う。プレイ判断を監督するマネージャーいるわけでないし、レジを監視する防犯カメラもない。ブラックジャックの腕が未熟なら教えればいいだけのことだ。最も重要なことは、人として周囲から評価されているかということだ。チームメンバーが増えるにつれ、この人格問題も増幅する。パートナーと組めば、自分の判断の結果は 50% の負担へと減少する。
これは大人数のチームだと、一人が背負う責任はチーム全体に対してごく小さなものなんだ。しかし、チームが健全に機能するためには、一人一人がプレイ判断の重みや、カジノに対する一瞬一瞬の大切さを肌で感じ、高い意識を持っても必要がある。リーダーや管理の仕組みはどうなっている？小さなチームの運営でさえ、多くの意思決定や記録が必要とされる。誰がリスク許容度を調整するか、レッドスプレッドを決めるのは、ディーラーチップの取り決めやカジノヒートの対処方法は、チームが小規模であるほど判断は容易になるが、こういった判断は各チームメンバーの長所や短所を考慮した上で決まることが多い。一部のメンバーがチーム運営に必要な裏方仕事をしたくない場合、重要な意思決定、プレイヤーのトレーニング、数字の記録作業、チームの健全な運営になっているメンバーたちへの報酬をどうするか考える必要がある。彼らの報酬はそれをするために要した時間と労力に応じて決定すべきだ。管理業務の公平な報酬を決定するためには、次の基本的な3つの質問に答える必要がある。1、これらの管理業務を誰も担わない場合どうなのか。2、適任者がこれらの管理業務を引き受ける動機づけとして妥当な報酬額は。3、この報酬が他のメンバーのモチベーションに与える影響は。チームプレイ。チームプレイの意義は、カードカウンティングに見えない方法でプレイすることで、カジノに気づかれないようにすることである。大きなベッドスプレッドの問題点は、熟練のカジノ従業員が見れば一目瞭然となるリスクがあることだ。チームプレイは革新的なカードカウンターであるアル・フランチェスコが、カジノの目をごまかすために考案した戦略である。具体的には、スポッターと呼ばれるプレイヤーが消極ベッドでプレイし、トゥルーカウントがプラスになると、視覚的、もしくは口頭での合図をビッグプレイヤーと呼ばれる役割のメンバーに送る。するとビッグプレイヤーはそのテーブルに飛び入り参加して大金をベットする。カジノからすれば、ピットは小額のプレイヤーで埋め尽くされていて、一人のハイローラーがテーブルを転々としながら大金をベットしているようにしか見えない。適切なゲーム条件。第一に週ゲームであることは大前提だ。シングルデッキまたはダブルデッキゲームでチームプレイを行う場合、ビッグプレイヤーは1から2ハンドごとにテーブルを移動する。一方、6デッキまたは8デッキゲームの場合は、優位なカウントがより長く持続する傾向にある。第2の条件は、ビッグプレイヤーが週の途中でゲームに参加できるルールでなければならない。カジノによっては週の途中参加禁止のルールがあり、スポッター、ビッグプレイヤー戦略に対して完全な対策が講じられている場合がある。第3として注意してほしいのは、チームプレイヤーが機能するためには十分なテーブル数が必要だという点だ。3人のスポッターと1人のビッグプレイヤーの場合、少なくともプレイヤーのテーブルは4つは欲しいところである。さらに、テーブルは客で埋まっている状態ではいけない。スポッターが座る場所以外にも、ビッグプレイヤーが座る席が一つか二つ空いていなければならないのだ。急いえば、カウントが十分上昇したら、ビッグプレイヤーがテーブルに座った直後にスポッターを移動し、ビッグプレイヤーのための優位なカードを無駄遣いせずに、先回りしてさらに優位なテーブルを探すことだ。最後に、スポッターがビッグプレイヤーをテーブルを呼ぶための合図を決める必要がある。少し工夫をすれば、監視員には自然に見えながらも、5から6メートル離れたビッグプレイヤーがしっかりと気づける合図を考案することができるはずだ。効果的なスポッターになるために、主にやることはただテーブルに座って低レートのブラックジャックをプレイするだけである。完璧に基本戦略に従い、デッキをカウントして正確にトゥルーカウントで換算できれば問題なく役割を果たすことができる。しかし効果的なスポッターであるためには、それ以外の技術が必要とされる。決して簡単な仕事ではないのだ。1、テーブルの偵察。どのテーブルが最も好条件のルールか、そしてカットカードの位置が有利か。さらにスポッターは満席のテーブルに座るべきではない。ビッグプレイヤーのが座る席が残っていなければ意味がないからだ。また、1時間あたりのラウンド数も重要なため、なるべく客が少ないテーブルが好ましい。客が1人もいないテーブルの場合は、カウントが上昇するまで、ディーラーと1対1で可能な限りトップスピードでプレイするのもいいだろう。1人か2人の客がプレイしているテーブルであれば、座ることなくスポッターの仕事ができる場合もある。テーブルの下に立ってカウントし、優位な状況になった時点でビッグプレイヤーに合図を送るのだ。2、ゲームの進行を遅らされる。スポッティング中に素晴らしきトゥループラス1に達したにもかかわらず、ビッグプレイヤーがピットの反対側の遠いテーブルにいるか、もっと悪いケースはビッグプレイヤーが別の優位な周に精を出している場合、自分のテーブルで発生した優位な周をチーム全体が無駄にすることになってしまう。バックカウントの場合、単にディーラーを質問攻めにすればいい。これはブラックジャックのテーブルかい？このテーブルはいくらからプレイできるの？ブラックジャックが来たら支払いが多くなるのかい？何デッキ使ってるの？ 10 デッキくらい？飲酒の砂にどういうルールなの？ちょっと待って、もう一度説明してくれる？このサイドベッドはどんなものなの？ここで重要なことは質問をしながら今でもゲームに参加しそうな印象を与えることである。そうでなければディーラーが手を休めることはない。すでにテーブルでプレイしている場合は同じように質問攻めも有効だが、
それに加えてチップを追加倍インしたり、カラーアップしたりするのも非常に効果的である。半分緑チップ、半分赤チップにして、少し白いチップを混ぜてくれる。そして自分のアクションの順番が回ってきたら、とにかく可能な限り時間をかけてプレイすることだ。テーブルの進行を30秒遅らせれれば、ビッグプレイヤーが優位なハンドを3つ多くプレイできるかもしれない。3、ビッグプレイヤーの合図。ビッグプレイヤーがテーブルに到着したら、直ちにカウントを知らせる必要がある。ビッグプレイヤーが山盛りのチップを抱えてテーブルに座り、やる気満々にもかかわらず、スポッターが明確にカウントを伝えてこなかった時ほど気まずい状況になることはない。視覚的な合図は、天井のようなカメラよりもしっかりと映ってバレてしまう可能性がある。一方、口頭による合図は、ビッグプレイヤーに認識してもらえるよう、十分に大きな声で行う必要がある。短いフレーズを瞬間的に発生するのは、ささやくよりもずっと目立たない。もう一つ気をつけてほしいのは、テーブルにビッグプレイヤーがいない時でも、ある程度会話をすることだ。時々他の客に話しかけたりしていれば、ビッグプレイヤーに声をかけても自然に見えるが、スポッティング中は僧侶のように静かで、ビッグプレイヤーが来た途端におしゃべりなのでは不自然に決まれない。4、テーブルから離れる。ビッグプレイヤーが到着した後は、自分がプレイするすべてのハンドがコストとしてチームのマイナスになる。ビッグプレイヤーのために確保していきたい優位なカードを小さくベットして自分が奪ってしまう可能性がある。ビッグプレイヤーが及びカウントを伝えた後には、新しいテーブルに移動することだ。効果的なビッグプレイヤーになるため、難易度が高い役割であるため、勝ち組カウンターとして数百時間のプレイを経験した後でない限り、ビッグプレイヤーとしてプレイすることはお勧めしない。だがその準備が整っているのであれば、次に伸びる点を考慮してビッグプレイヤー、プレイに挑戦してほしい。1、自分のデモを作る。スポッターからお呼びがかかるまで、ビッグプレイヤーがボートを立っているだけでは、チームとしての効率性に欠ける。ビッグプレイヤーには自分自身の出番を生み出すために、バックカウントしてウォンギングインをしてもらう。それほど難しいスキルではないが、いつどこか送られてくるかもわからない合図を待ちながらカウントするのは、スピードとマルチタスクのノリが必要だ。2、注意バックプレイする。ビッグプレイヤーは常にカジノ全体に意識を張り巡らしていなければならない。完璧なプレイとカウントしながら、スポッター全員の場所を把握し、彼らからの合図の有無に気を配り、ピットから受けるヒートの程度を観察しなければならないんだ。まずは自分が十分に注意を払っているかを意識するとこから始まるが、実践レベルに達するまである程度の練習が必要なのは言うまでもない。3、速やかに移動できる準備を。自分のテーブルが不利になり、スポッターから他のテーブルに呼ばれることはいつでも起こり得るので、瞬時に移動できる準備をしておく必要がある。一つのテーブルにじっくりと腰を据えてしまうと、移動が非常に気まずくなることがある。このテーブルはあまり好きじゃないとか、長居するつもりはないといったメッセージを、ボディーランゲージによってカジノ側に伝える。そうすることで他のテーブルにフラッと行ったり、テーブル間を行ったり来たりしても気まずくならずに済むのだよ。4、質問に備える。カジノフロアをジグザグに歩き回りながら、数百、数千ドルもの金額を設けていると、それを見た人たちは一体あなたが何者なのか知りたくなるはずだよ。どんな仕事をされていますか？ご旅行か何かですか？ここにはよく来られるんですか？それは大金ですな。ブラックジャックの出番は相当ものと見ましたよ。このような質問に対して、どのように対応したらいいだろうか。もしかしたら正直あまり仕事の話はしたくないんだという答えが一番使えるかもしれない。この場合、大抵の会話を終わらせることができるが、相手に警戒心を抱かせてしまう可能性もある。著者の場合は嘘をつくのが性に合わないので、一応事実を答えるのだが、会話を終わらせる言い回しをしていた。自営業なんです。家族が不動産を持っているので、友人とこの辺りを旅行中なんです。第1弾の質問をクリアしたら、次は第2弾に備えなければならない。ブラックジャックを完璧にプレイし続けるのは難しいのに、会話をしながらとなると、それは至難の技である。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。